じゃあ。
今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先が内裏への脇道です。そして内裏に着いたら内より扉を開けていただければと、大事なお使いがあるのです。
何がおった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその機に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は？これを。この鍵、巫女様は城外への抜け穴か？はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。クロウ様はその抜け穴から城外へ出し、ススキの原であなたを待っているはず。分かった。一心様の命にて、ヨタカの衆が目印の呪しを屋根上に置いています。ヨタカの呪しをたどり、クロウ様を追ってください。クロウ様は抜け穴より城外に達しました。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。ススキの原であなたを待っているはず。一心様の命にて、ヨタカの衆がヨタカの呪いを今し一心様のおそばに。分かった。一心様より託されたものがあります。私からあなたに渡すようにと。ですがまだその時ではないようです。あなたが奥義を収めた時お渡ししましょう。分かった。クロウ様をお願いします。
上下の火星よな。Thank you.
死者たちにご冥福あれ。